シーの。よしよし。戻ってきた。戻ってきたよ。ロードライブになったやっと。世界が終わる夜にを出ます。Thank you.
MC します。ちょっと俺チューニングがすごい遅いんで MC するんですけど、いや、ごめん。いや、あの今日なんかみんな試験とかあるみたいで、これからある人も多いと思うんですけど、俺あ、歩行もあると思うんですけど、俺今日試験だったんですよね。お、どうだった。いや、で、すごいね。なんで俺と同じじゃない。いや、俺留年してんだけど仲間だ。試験が9時からで、俺なんでか10時から行ったんだ。いい加減にしろよお前。で、なんか後輩が歩いてって、俺試験はって言ったら、いやもう終わりましたよって言われて、あ、やっちゃいましたねとかって言われて、いや、おかしいだろって思いながら、卒業するねえだろ。で、行ったらものけながら、もう先生が一人なんかプリントをまとめてて、で俺なんとか、ちょっと試験10時だと思う、10時から来ちゃったんですよねって言ったら、花田君、何年生って言われて、いや5年ですって言ったら、って言われて、いや受けるかいって言って受けたんだけど、テスト用紙汗べちゃべちゃ、もうにじみまくり、もう油汗かなんかで、で結局テスト受けたんだけど、もう頭の中真っ白だから、もう後で先生に頭下げて、土下座したら単位もらえるらしい。あ、本当に、うん、俺やったことある。ちょっと注文が遅いね俺ね。あ、OK、じゃあ始めます。前が留年したのか、どうでもいいよ。
にちは。あいつなんで出てきた、マチカフェ。そうですね、今日マチカフェ背負ってドラム叩いてるんですけど。何日やったの？2日です。この4年間、あ、僕4年生なんですけども、初 MC をいきなり今日任されたということで、さっきのセンチメートルなんか全然集中してなかったんですけど。それはダメでしょ。そうですね、この情報楽の大学とはもう 4、5 回ぐらいやらせてもらってて、ライブ数が少ない国際大学からしたらちょっと、まあ、ありがたいことでしてね。僕らも前回のライブは3月の卒業ライブ以来なんですけども、まあその時はね、そこにいる高田さんとか送り出したんですけども、同期がここにもいて、彼は送り出せなかったということでね。でもちょっとこの夏休みに入った前期で卒業できるのかわかんないですけど、まあ、卒業予定ということで、ね、ちょっと事情で申し訳ないんですけども、申し訳ないんですけども、この場を借りてちょっと花田さんをね送り出したいなと思って、お願いします。花田引退で脱退だ、脱退。そうやったじゃん。俺花買うの忘れてきたのね。Yeah, go.